IC カード出すドラゴンボールということで、今回第4弾が発売になったんで、早速ね回してきました。自販機で買ってきました。俺はあんまりね、自販機でねこういうカード買うの好きじゃないんだよ。回すときさ、うまく回んないと全然カードが出てこなくて、それで店員さん呼ばないといけないからさ、実際自販機で買うの嫌だったんだけど、お店に行ったら今日発売のはずなのにまだ入荷されてませんみたいな感じだったから、もうしょうがないからもう自販機で回そうみたいな感じで、本当はパックで買いたかったんだけど、まあ自販機限定のカードとかもあるみたいだから、まあそれも狙っていきたいと思います。今回5パック、1パック200円だよね。これ200円で5枚入ってて、それを5パック買ってきました。1000円分買ってきたね。ということでね、もう早速、本当開けたくないんだけど開けてみたいと思います。まあ、今回カードどんなのあるかってあんま調べてこなかったんだけど、まあ実際レジェンドレアも普通にあるらしくて、結構かっこいいのが、まあ今回5パックしか買わなかったから、まあスーパーレアが出ればいいかなっていう感じかな、控えめな目標で。早速じゃあ1パック目から開けていきましょう。これ開けるの初めかってか、俺、うん、俺これ買うの初めてなんだよね実際。ちょっと見ていきましょう。これがアプリの説明かな。え、なにこれ、ん、え、これいきなりレジェンドレアじゃない？あ、待って、嘘、はっ、かっこいい。え、今1パック目だよね。1パック目1枚上開けたよね。え、すごい、はっ、あ、こうなってんだレジェンドレア。あ、すごい、これ想像以上にかっこいいですよ皆さん。そう、レジェンドレアね、何があるか知ってるんだけど、いや、まさか1枚目、これ開けた瞬間出てきたよ。レジェンドレアだよね、合ってるよね、なんかミスってない？うん、合ってる合ってる。レジェンドレアのやつです。あれ違う、レジェンドレアじゃない、スーパーレアか。うん、どっちだ、わかんない。スーパーレアっぽいです。でもいいや、スーパーレア1枚目から当たったならまあいいや。で2枚目が悟空、悟空で、3枚目、ベジータ。てかスーパーレアでこのかっこよさってことは、レジェンドレアマジでやばそうだな。レジェンドレアも確かこんなんじゃなかったかな、わかんないな。なんだこいつ、知らない、この人タイツ、タイツっていうの誰だろう、これシャンパ編で出たっけ、覚えてないっす。これは西の海王らしいです。あ、1枚目からスーパーレアが出てくれた、よかった。スーパーレアね、最低でもスーパーレア欲しかったんで、これで満足です。じゃああと4パック、まあどんどん開けていきましょう。やっぱレジェンドレア出てほしいな。さっきちょっとレジェンドレアと勘違いしちゃって違ったわ。でもスーパーレアでも相当かっこいいよね、このカード。ヒーローズのカードと比べてみると、かなり、わかんないな、やっぱアルティメットレアと比べないとわかんないけど、まあそれなりにしっかりしたカードです。1枚5パック5枚入りで200円だから、1枚40円の価値なんだけど、まあ単純計算で、でもそれでも結構しっかりした作りです。じゃあ見ていきましょう。ん、何これ、え、これもレジェンドレアなわけないか。これ何、スーパーレア、え、これ毎回スーパーレアで入ってんの、これ違うよね、絶対スーパーレアがないやつもあるよね。あれ、しかも裏がこうなってるスーパーレアもあるんだ。めっちゃかっこいい、これなんか昔ミラバトっていうカードがあったんだけど、それのさらにパワーアップした版かな。まあセリフとかついてればもうちょっとかっこよかったかもしれないけど、いいねこれ。これ始めてみようかな、4段から。何気なく買ってみたんだけど、セルジュニアで、ジャコ、はい、そういう感じか。これ多分1枚目が一番いいの入ってて、それ以降はまあまあまあっていう感じのカードかな。何これ、大海王と地の人間17号、いいねいいね。よし、なんか2パックでスーパーレア2枚出るって、これいいの悪いの分かんないよ、いや開けたことないから。でも結構いいと思う個人的に。よし、じゃあ3パック目、そろそろなんかもうちょいすごいの出てほしいね。もうちょいすごいの、うわ、やっぱスーパーレアだ。スーパーレア絶対1枚入ってんだね。
おお、ベジータ、かっこいい。で、破壊王子ベジータ、めっちゃかっこいい。で、裏はこんな感じかな。スーパーレアです。いいね、これ毎回スーパーレア入ってるって結構嬉しい。で、18号、あ、人造人間18号、さっき17号出たよね。これと合わせて飾れそう。17、18、あ、かっこいい、やばい、これはかっこいい、タッグが組めそう。なんかで、残りのカード、はい、グレートサイヤマンとクマのプーさんと、あ、ボタモだね、ボタモと、何これ、北斗の剣、んー、オリブ、え、知らない、誰、そんなアニメで出てきた、わかんないよ。いいや、とりあえずね、スーパーレア今んとこ3枚だから、ちょっと待って、ラインナップとか書いてないの、これに、これには書いてないのか。でもおそらくなんかいいのが出るはず。次もよし、開けていきましょう。さあ、何が出るんでしょうか。ん、今回レアだ、やっぱり。そうなんだ、スーパーレア、スーパーレア、スーパーレアできたから、必ずしもそういうわけではないのか。で、人造人間17号、あ、これ嫌ってる、レア、レアですね。あとウィス、ウィス、誰、これも知らないな。アークアとか天津飯で、ピッコロさんだねっていう感じか。あー、なるほど。なんかこのカードゲームもできるみたいだから、ゲームでやっても楽しいかもしれない。なんかアプリでもできるみたいだし。よし、じゃあラスト1パックね、1パック開けていきましょう。さあ、どうなるかな。え、何これ、パイクーハン、んー、Sレアだ。あー、これも SL か、スーパーレアか。裏がすごいことになってる。あ、やばい、めっちゃかっこいい、スーパーレア。あ、いいね、これめっちゃいいじゃん。レジェンドレア欲しくなってきた。スーパーレア、スーパーレア、めっちゃかっこいい。と、何これ、印刷のズレ、印刷ズレじゃない、マイティーマスクと、マゲッタ、セルジュニアと悟空だねっていう感じです。はい、というわけでね、今回、ね、まさかのスーパーレアがいっぱい出てきました。こんな出るもんとは知らなかったから、いや、レジェンドレアと勘違いしちゃったけど、それすごいかっこいい。これはまさか1枚、うん、このね、絶対スーパーレア1枚ぐらい出るかな、1枚いてたらいいかなぐらいのレベルだったんで、まさかこんなにたくさん出るとは。しかもすごいかっこいい、この2つ。ビルスでしょ、ビルスと、あれでしょ、パイクーハン。ねえ、これもうめっちゃかっこいいじゃん。ちょっともう、始めましょう、これ。みんなで。ね。このゲーム、カードゲーム。めっちゃかっこいいから。あと、こういうスーパーレアもある。これベジータ好きな人にはもうたまんない1枚じゃない？ね、あと、これは誰だ？ご飯。孫悟飯。意外とキラがしっかりしてる。カメラだと分かりづらいけど、うん、すごいキラってる、これ、うん。写真で見るのと実物手にするのじゃ全然違うから、これ。すごいキラってます。っていう感じだね。まあ、今回大満足でしたね。まあ、次からまたパックとかで買って始めていきたいと思います。今回5パック。自販機で買っただけなんですけど、まあね、また機会があったらどんどんやっていきたいと思います。というわけで、今回は大満足の結果となりました。ありがとうございました。さよなら。